天の奥義を極めたのに大社流憲法を編み出した。新影流を基礎として自ら実践で培った技にインド、中国、日本に古くから伝わる武道を加え完成させた。大社流の大という言葉には複数の漢字が当てはまる。大社とはこれらすべての雑念を捨て去るということ、また一つ一つの言葉にとらわれない自在の憲法であるとされている。すべて手先に集結する独特な構えの実践的憲法で、さまざまな地形での立ち境を想定した体の操作法、飛び違い相手を撹乱する技、蹴り、目つぶし、関節などの体術を剣術と組み合わせた技等が特徴である。第二会場、関口流抜刀術。関口流抜刀術は関口流の開祖、関口ラブヤロクエモンの長男関口八郎左衛門を流祖と居合に特化した流儀です。多くの武術流派はより複雑により多くの方を増やす中で虚飾を排した実用的な技を激しい鞘離れと重心移動による多重技法と合わせて牧手してきました。近現代も代々の工夫の中で流儀の根幹となる技法群を固くなり守り伝え、14代青木菊雄の盛りの時代に奮闘を受け、直伝の免許改善を授けられた3人の皇帝の一人、亀ヶ谷茂の代から日本国道振興会に加盟しています。亀ヶ谷門下の御参で昭和42年に改善を受けた16代高木和夫が昭和55年に振興会の流儀代表を受け継ぎ、その同等を平成6年に継いだ宮崎勲を得て東大師範に至っています。
大社流のご演舞に通じまして、鹿島神殿直進影流、鹿島神殿直進影流のご演舞でございます。
力主義の同窓制度の伝統であり、15人の実力者たちがこの県を磨き上げ進化とした。鹿島神殿に島神殿に伝わっていたり、発想権の人を表し、豊穣、塔の方、小立ち、神木、丸八の二節方よりなり、大自然の運行、春夏秋冬を取り入れ、阿吽の呼吸法をもって行う剣術である。ただいまの行っております振り棒は一円相大道剣、六角に削った樫の棒で長さは二の丈、重さは8キロから16キロくらい。初心者で続けて100回、500回から1000回振ることを目標に、10日で1万回という荒修行もある。